在住者が勧める沖縄ドライブ1日モデルプラン。ネクストブレイクのカフェからお菓子の詰め放題、お土産は地元のホームセンターで、ローカルショップにニュー観光スポット、ポケモンゲットだぜ。それでは行ってきます。ずっと回してるけど、なんかしてしなくていいから、なんか気の利いたこと言おうとか言おうとか思わなくていいから、もう一回やってもらっていい？かわいい、かわいい。こちらは沖縄県那覇市にある沖野宮と呼ばれる神社に併設しているカフェ。階段を登ってるこの段階では神社に参拝に行く感覚でした。上まで上がると味のあるお店がありました。すいません。どうやって食べればいいんだ。ではいただきます。うまいよ。使わないよ。使われる感じで喋ってるけど使わないよ。使わないよ。そして僕も朝食をいただきました。トーストに目玉焼き、ミニサラダ、コーヒーもついた3本のトクトクモーニング。良心的な価格でありがたいです。実は僕4年前まで沖縄に住んでました。離島本島含めて6年半、海などのネイチャー系ツアーを再興するショップに勤めていたのですが、その時の後輩、大後輩がレオです。今日は車で1時間かけて那覇まで迎えに来てくれました。でも日本人で日本人結構いるからな。レオでした。あー夏だね。はい、そしたらですね、沖縄初のね、メーカー、スッパイマンの工場にやってきました。俺てっきりそういうものか。あ、じゃあレオ。レオよ。写真 OK、動画 NG だって。ダメじゃないですか。ということで動画が NG だったので写真を数枚。実際に作業されてるところが上から見えたんですが、意外と手作業が多くてびっくりしました。全然見たことないやつもあるな。うまそう。うめえとですね。これ自分で袋に入れられるってことですか。そうですね、はい、混ぜて大丈夫なので、ある時とない時の差が激しいので。え、物がですか。そうなんですよ。在庫がないってことですか。そうだから今のうちだと思います。そう、これを狙ってくる人が多いですけど、やっぱ工場関係で、で閉じなくていいんで、両手で持ってきてレジまで持ってきて落とさなければ、その分下からで回転のが種抜きです。種抜き、ちょっと種なしで、こっちは種があるタイプで。子供たちはこっちの方がいいですもんね。こっちの方がいいですね。そう言われたらやるっきゃない。スッパイマンキャンディーの袋詰めスタートです。まだまだいけんじゃない、これで半分ぐらいかな。これで OK。お姉さんお願いします。なんかどっさっとこぼれたけど。はい、そしたら酸っぱいマンでキャンディーたくさんゲットしてきました。で、工場を出て道路を渡ったところにヤシの木ロードという通りがあったので、
漏れなく大おじさんと中おじさん写真タイムに入りました。インスタグラムやってます。ぜひそちらもチェックしてください。一番来たかったと言ってもいいぐらい好きな漫画倉庫にやってきました。沖縄だけでもね、店舗何店舗かあるんですけどね、僕は個人的にこのね、那覇の別館がね一番お気に入りなんです。皆さんのお住まいの地域にもこういうリサイクルショップある方いるかと思いますが、ここの漫画倉庫はまず大きい、そして内装もポップで楽しい雰囲気。取り扱ってるのも衣類系や楽器はもちろんですが、中に駄菓子屋さんまで入ってます。サブカル系が好きな方だったら2時間ぐらいは入れちゃうかもしれない、そんな場所です。もうポケモンカードって我々が小学校の頃からあるけどね、今も人気あんだね、すごいね。やば、税込み49万7200円、やばくない？やばい世界だな。なんかあった、これいいんじゃない、今かぶせたやつ。ちょっと掘りが足んない、もっと深いやつがいいの。そうです、ツアー用にってことでしょ。あ、そうです。いや、こんなもんじゃない、横見て。ちょっとスポーティーな帽子がね欲しいみたい。この漫画倉庫の中にはゲームセンターも入ってます。 UFO キャッチャーがたくさんあるんですけど、僕 UFO キャッチャーめっちゃ好きなんです。何か物が欲しいというよりは UFO でキャッチするっていう作業が無性に好きなんです。そんな動きこれアームが強いの、お姉さんがうまいの、どっち聞いてお姉さんにどっちですかって横で見ててもいいですか。でも、うまくないですちなみにこれ、誰ですか。これはセーラームーンの、昔からいるキャラじゃないですよね。昔からいると思います。え、僕もセーラームーン2なんですけど、いました、ね、5人とネプチューン、あ、そうそうそう、ウラヌス、そうそう、プルート、そうそう、の、その次、あ、その次はもうちょっと俺わ、すごっ、マジか。あ、ルフィだ、あ、ナミだ、セーラーサタン、プロフェッショナル UFO キャッチャーガールでした。めちゃめちゃいい匂いするな。前からエンタメ感すごかったけど今すごいな。ディズニーで見覚えない、これ。ここには何度も来たことがありますが、最後に来た5年前より建物が増えていて、その時に増してカラフルになってます。にしてもこのアメリカンビレッジのアメリカはどこの街のイメージでしょうか。そんな野暮な話は置いといて、バスがぶっ刺さってるレストランでお昼ご飯をいただきたいと思います。店内の BGM ゴリゴリ縦乗りだったんでアフレコに切り替えます。お昼ご飯いただいたお店はこちら。当たり前ですがバキバキにニンニクの効いたシュリンプでした。消火栓が沖縄の花笠になってる、かわいい。あれ、これあれじゃん、ドラゴン、なんだっけ名前、ポケジェニックだって、なんだ、新しい言葉こう来てポケジェニックの看板からこの人影のところに行き継ぐっていうこと。なんかもう剥がれかけてます。やめなよ。ピカチュウの足跡がちゃんとあるんだ
で、ここで、落ちちゃったんかな落ちて、一回上がってきて、ここから再開、また歩き出したまた行きましたね。バシャーン行ったまだな。で、いや、ピカチュウ気候激しくない？そんなことよりさすが沖縄だな。ちょっとやっぱ海水みたいな川だね。めっちゃ痛い。ふぅー、ポケジェニック、かわいい。これメタモンってやつ。すごいね、こんなに並んでるの初めて見たかも。予算のサイズでちょっとなんかさ、表記よりちょっとちっちゃいよな。買っていいね。沖縄に来たらね、もう絶対買おうと思ってたのはこのね、魚山っていうサンダルなんですよ。丈夫な作りで、でなおかつね、滑りにくくて濡れた船の上とかでも履いててもね、結構安心なんですよ。意外とね、内地とかで探してもね、なかなか見つからないんですよ。なので沖縄来たら必ず買おうと思って、こちら黒です。昔沖縄に住んでる時にね、いつも履いてたこのブラックを、今回 4L のやつをね、買ってきました。これでね、今回のこの沖縄旅にもう悔いがないです。これ向きます。エンディングが向くよ。じゃあ恥ずかしくなってきちゃった。恥ずかしくなってきちゃった。今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。楽しんでもらえたらね、ぜひ、グッドボタンとね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイナラ。バイナラ。